どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾氏です。はい。今日もね、気になる、エンタメに関するニュースが3つほどあったので、皆さんにご紹介したいと思いますということで、まずはやっぱりね、1番目はこれですね。はい。鬼滅の刃テレビシリーズ総集編第3弾。フジテレビが20日に全国放送、12月20日ですね。新規映像を追加した特別編集版でということで、これはもうね、鬼滅ファンの方たちにとってはね、嬉しい朗報ですよね。フジテレビは12月11日、テレビアニメ鬼滅の刃の第22話から第26話を再編集し、新規映像ですよ。新規映像を加えた、中央会議超夜式編を12月20日の午後6時59分から全国ネットで放送すると発表しましたって、なんでまた6時59分なんですかね。これも戦略的なもんなんでしょう。他社に比べ、他のね、番組に比べて1分早く放送を始めることでね、視聴率ダッシュを狙うみたいなね、視聴者を獲得するみたいなね、せこい方法なんですけど、公開中の映画鬼滅の刃無限列車編に続く前日談なんですよ。劇場版に登場する、縁柱こと煉獄杏寿郎が出てくるんですよ。ね、煉獄さんが出てきます。まだ生きている鬼殺隊の中核をなす剣士柱が一堂に会した中合会議の様子を描いています。新規映像はこの放送のために作成したもの。これは見逃せない。また、制作会社の UFOW による書き下ろしのイラストやスペシャルエンドロールを追加。データ放送を活用して視聴者プレゼントも企画している。番組後の午後9時14分からは鬼滅の刃アフタートークを放送するって。いや、これもうかゆいとこに手が届きすぎじゃないですか。これ見ないなんてことは、見ないという選択肢がもはやない。フジテレビは10月10日に第1弾兄弟の絆、17日に第2弾名蓋雲山編を全国ネットで放送しているんですね。ビデオリサーチによると第1弾は個人全体視聴率で 11.2%、世帯だと 16.7%、第2弾は、10.2%、世帯視聴率が 15.4%、一般的には世帯視聴率を見ますからね、だいたい14から16ぐらいと、結構ね、高い数字を記録していました。この時点から、かなりね、視聴率が高い、人気があったわけですね。で、今回、映画によってめちゃくちゃ火がついたんで、これは視聴率どうなるか楽しみですね。いや、これも軽く20は突破するでしょうね。しかし第3弾、この名蓋雲山編は関東ローカル放送だったため、その後のストーリーも全国放送で見たいという意見が多数寄せられていた。あ、そうなんだ。地方ではやらなかったってこと？はい。ということですね。はい。これでニュース終わってるわけですけど、いや、これはめちゃくちゃ、あとちょっとツイッター見てみましょう。ツイッターのね、もうトレンドにも上がってますよ、ほら。新規映像というね、キーワードでトレンドに上がっています。あ、織田無道さん亡くなっちゃったんですか。はあ、お悔やみ申し上げますということで、はい。こっち見てみましょう。もうね、皆さん大喜びですよ。はい。新規映像があるなら見ます。ね、とりあえず録画予約しなきゃ。里の映像でプレイヤーと思わしきキャラが着てる装備何なのか全然わからん。新規かな、これ全然関係ないね。いろいろなエピソード大好きなんだよね。かまぼこ隊の性格がよくわかるし。はい、もうね、皆さんもう、見ようでね。これはもうファンの皆さん楽しみですし、僕もね、アニメ版見てるんで、大体この中合会議のね、ところも大体把握しているんですけども、この中合会議めちゃくちゃ面白かったですよね。皆さんこのキャラが立ってるからさ、これ、キャラがね、この柱の人たちのキャラがめちゃくちゃ面白い。これから、この先ね、この柱の人たちが活躍していき、どんどんこう柱がね、死んでいくわけですよ。煉獄さんみたいにね、鬼とのね、上限の鬼との死闘の中で、この柱の人たちも死んでいくわけなんですよね。いやー、もう楽しみ。まだね、そちらの方まだ見ていないんで、見てないというか、まだ漫画も読んでないんでね。はい。いやー、今回はね、あんま禰豆子ちゃんが出てこないかな？どうなんだ？ここはね、本当にこのね、アニメ版の方でも、この中合会議は一つのちょっとね、見どころになってますので、皆さんもぜひね、チェックしてみてくださいということで、これはね、この放送はうまいですね。はい。もうなんでかというと、この公衆ランキングね、はい、今年中になんとしてでも、千と千尋の神隠しの308億円を超えてやるぞという意気込みを感じます。これによってね、またブーストかかりますよ。これやったら、また映画見に行きたいってなりますもんね。また12月20日という、ねえ、まさに佳境、この冬休みの佳境の時ですね、書き入れ時の時にこれを流すってうまいですよね。これによってまたね、映画館が殺到するんじゃないでしょうかね。で、なおかつ、何日でしたっけ？26日でしたっけ、配布されるんですよね。また新しい、来場者特典が配布されるそうなので、いやー、さらにブーストがかかるということで、これは今年中に308億円超えてね、歴代興行収入第1位に躍り出るのはほぼ確実なんじゃないかなって気がしますね。さあ、どこまで記録伸ばせるのか、僕のチャンネルでもね、ずっと見守っていきたいと思いますし、このね、テレビアニメの視聴率についてもね、いずれまたニュース、エンタメニュースという形で皆さんに報告したいと思いますということで、はい、次のニュースですね。はい、こちら。犬鳴村よりやばい、清水崇監督、樹海村、恐怖かな？恐怖が溢れ出す本予告完成ということでね、山田杏奈さんと、山口真由さんが主演を務める樹海村の本予告がこのほどお披露目されましたということで、はい、登場人物たちが魔の森へ誘われる恐怖の内容となっている。福岡県に実在する心霊スポットを舞台にした、ホラー、犬鳴村に続く実録恐怖の村シリーズ第2弾。はい、杉沢村やんないんだね。はい、絶対に行ってはいけない、入ったら生きて出られないと噂される富士の樹海は、1100年以上前、富士山大噴火で流出した青木ヶ原溶岩流を覆っている広大な森だ。およそ3000ヘクタール、東京ドーム約642個分にも及ぶ樹海には、ツガヒノキ、ハリモミなどが生い茂る緑の魔境として表現され、グリーンフィルのですね、コンパスが効かない迷いの森、入ると何者かに襲われる、様々な怨念を持ったヤバい村があるという都市伝説が飛び交っている。それは飛び交うでしょう。はい。予告編は、これ、天沢響っていうのかな、天沢響が、薄暗く真っ白な不気味な室内で目覚めた瞬間、四方八方に壁に打ち付けられるという衝撃的、ポルターガイストじゃん。はい、樹海の呪いだ。このままだとお姉ちゃんも私もみんな死んじゃうというセリフが飛び交う中、呼吸しているかのような箱の影響で登場人物たちが樹海へと誘われていく。この箱の正体は、強力な呪具と有名な小鳥箱だった。迷い込んだら出られないという都市伝説はなかった。迷い込んだら出られないという都市伝説ではなかった。何かから逃げるような映像、響き渡るやめてという叫び声。天沢家の長女、なんて言うんだろう。小鳥箱に手を伸ばそうとする光景に、やばいやばい。あ、見ちゃった、呪われた。樹海村行き決定。犬鳴村よりやばい。もう出られないよ。来ちゃダメというメッセージが添えられているということでね。はい、こちらね、ちょっとね、著作権の関係があるので、流せませんけど、皆さんぜひね、樹海村チェックしてください。樹海村はね、21年2月5日から公開ということでね。楽しみなのかな。犬鳴村、正直な、しょぼかったもんな。でもね、興行的には成功した、最近ではね、ジャパニーズホラーとしては珍しく成功した映画なので、第2弾がね、早々と作られたといったところですかね。樹海村。このね、絶対に入ってはいけない村シリーズっていうのは今後もね、作られるんじゃない？次あたりもね、杉沢村とか作られそうですよね。はい、というわけで。第2つ目はね、この犬鳴村よりやばい、樹海村のご紹介でしたということで、最後ね、3つ目の、ニュースいきます。こちらです。はい。新種ウイルスで文明崩壊したアメリカが舞台の人気ゲーム、The Last of Us テレビドラマ化ということでね、テレビドラマ化されるっていうのも前々からね、報じられていますけど、詳細があまり出ていなかったのでね、今回また詳細が出たみたいです。アメリカ人気ゲーム、ザ・ラスト・オブ・アスがテレビドラマ化されることが明らかになったと、アメリカ・デッドラインが報じている。いや、これはもう前々からね、報道されてますけどね。The Last of Us は、2013年にプレイステーション向けに、ノーティードッグが開発したアクションアドベンチャーゲームということでね、新種のウイルスの感染により文明が崩壊したアメリカを舞台に、生存者の一人であるジョエルが検疫地区から14歳の少女を救い出すために雇われたことをきっかけにアメリカ横断の旅に出るという物語。今年前作の5年後を舞台にした続編ラストオブアス2が発売されているということで、こちらもね、ラストオブアス2ですね、ゲームの方ですけど、僕レビューしてまして、こちらはね、再生数めちゃくちゃ稼いで、もう4万再生超えてるんですよね。皆さんどうもありがとうございます。あの動画がね、もうチャンネル登録者数をね、100人以上伸ばしてくれたというね、ありがたい動画となっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてこのほどアメリカ有料チャンネル HBO はテレビドラマ版 The Last of Us シーズン1の制作を発注。エピソードの数は明らかにされてない。なんだ、まだそんな、まだ決まってない？脚本執筆を手掛けるのはエミー賞10冠を果たしたシリーズのクリエイターであるニール・ドラクマン。2人はゲーム・オブ・スローンのキャロリン・ストラウとともに制作総指揮にも名を連ねている。ゲーム・オブ・スローンズの、制作総指揮なんですね。HBO のプログラミングを担当するフランチェスカ・オルシ氏は、ジャンル分け不可能なこの物語はゲーム版の熱狂的なファンにも初見の人にも心に響くストーリーとなるはずですとコメントしている。はい、ソニーピクチャーズテレビジョンとプレイステーションプロダクション、ワールドゲームズ、ノーティードッグは共同で、ノーティードッグもね、参加している、共同で制作を行う。なんだ、放送時期開始は未定か、これを知りたかったんですけど、まだまだ、エピソードの数と放送開始時期は未定ということで、主演とかどうなってるんですかね。なんか主演も確か発表されたような気がするんですけど、そちら皆さんぜひチェックしてくださいということで、この報道がなされたということは、そろそろね、正式な発表も近いということでね、ザ・ラスト・オブ・アス、これね、僕めちゃくちゃ楽しみにしているドラマなんですよ。これやっと作られるだろうなとは思っていたんですけど、やっと実現しましたね。いやー、ほんとこれ早くね、放映してほしいんですけど、Netflix でやってほしいよね。はい、というわけで、楽しみなドラマね、来年中にはね、放映してほしいな。多分これ来年中にはね、この報道が出たっていうことは、来年中にはね、放映されるとは思いますということで。はい、いかがだったでしょうか、ラストオブアス2。皆さんもね、僕の動画を見ている、皆さんも、結構、動画見てる、僕のね、レビュー動画見てる方も多いと思うんで、このドラマはめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。要チェックですよね、ということで。はい、というわけでね、大急ぎで作った、エンタメニュースですけど、いかがだったでしょうか。僕ね、サブチャンネルやってまして、印税生活チャンネルというね、なんかこう、えげつないチャンネルやってるんですけど、そちらはね、作家のライフスタイルとか、創作ですよね。クリエイターの創作みたいな、そちらをテーマにして、いくつか動画流していますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいということで、はい、よろしくお願いします。というわけで、今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。